ワールシュタットの戦い、ワールシュタットの戦い、またはレグニツァの戦いは1241年4月9日にモンゴル帝国のヨーロッパ遠征軍とポーランドドイツ連合軍が激突した戦いである。世界的には海戦場であったポーランド西部のレグニツァ、もしくはリーグニッツの地名を用いることが一般的である。ドイツでは ワールシュタットの戦いが用いられることもあるが、現代ドイツの歴史でもリーグニッツの戦いを用いる。ワールシュタット、ウォルシュタットとは中古ドイツ語で戦場を意味する。モンゴル帝国の第二代皇帝オゴデは1235年のクリルタイで諸国への遠征を決議した。当時、モンゴル軍はチンギスハンの時代に中央アジアのホラズム帝国を征服し、 西は国海沿岸のグルジアまで達していた。西方遠征軍の総大将となった女チ家の当主、バトには5万の戦闘経験の豊かなモンゴル人と2万人の徴用兵、さらに漢族とペルシア人の専門兵が与えられた。モンゴル高原を出立したバトは、キプチャク草原やキエフ大公国をはじめとするルーシ諸国を征服したモンゴルのルーシ信仰。 1241年3月12日にバトゥヒキール遠征軍はハンガリー王国をカルパティア山脈の東部から北部にかけて諸方面から侵攻した。軍勢の4分の1がハンガリー軍を南ロシアの草原におびき出すために送られバトゥヒキール主力部隊が黒海の北西沿岸にあるワラキアを破壊した後ティサからペストへと接近した。ポーランドの年代期 パローニッキー・エストリー・コーパスの記述によると、このモンゴル軍をペタなる人物が指揮していたと述べているが、世界征服者の歴史や収士など、モンゴル帝国側の記録から推測して、ハンガリーに駐留していた罰本人ではなく、遠征軍に参加していた王族の一人で、チャガ隊のムツをバイダルのトと考えられている。このペタの部隊の一部は、前年にポーランド領内に侵入し、 ルブリン一帯が攻略された。1241年に入り、モンゴル軍は凍結したビスワ川を渡り、を略奪したが、その年の始巡説の始まる2月13日頃に、多数の捕虜と戦利品と共に一時軍を退いたという。クラックフの諸公たちはこれを追撃に出たがことごとく、帰り討ちにあった。サンドミエシュで、モンゴル軍は部隊を二つに分け、北上させて、 ポーランド中部のウェンチサヤ中西部、現在のクヤビポモージュ県の中心都市、クヤビ方面へも向かわせたという。3月18日に、クラクフ公ボレスワフ5世は、クラクフ北側のフミエルニク付近でのモンゴル軍との戦闘で、ポーランド軍が多数の死傷者を出して敗北したため、母と夫人と共に、カルパティア山脈の麓の城塞に避難することを決め、 さらにモラビアへ退避した。これによって、クラックフの有力者は都市を放棄して、ドイツ方面などへ避難し、その他の住民たちは山林などへ逃亡する事態となった。四月一日に、モンゴル軍はクラックフに到着したが、ほぼ無人状態のこの都市に火を放った。その後さらに北上して、シロンスクに入った。モンゴル軍は、ドラ川をイカダや泳いで渡ったが、 ポーランド軍はまだ兵力が足りなかったため交代し、モンゴル軍はシロンスクの州都であるブロツワフまで直進した。その時、北部諸公を招集したシロンスク公、ヘンリク二世の軍勢がレグニツァでバーツラフ一世率いるボヘミア軍の到着を待っているという情報がもたらされた。そこでモンゴル軍は攻撃目標を切り替え、レグニツァで各地の軍勢が集結しつつある。 ドイツ・ポーランド連合軍を撃つことにした。ヘンリク2世が中心となったドイツ・ポーランド連合軍には優れた兵と劣った兵が混在していた。軍を構成しているのは民兵や徴用された不評、封建騎士と従者、ホスピタル騎士団とテンプル騎士団からの少数の騎士、そしてドイツ騎士団だった。ワールシュタットの戦いでヘンリク2世が集めた軍は 年代記や歴史書によって2000から4万の幅があるが、一般的には2万5000人程度であったと言われる。ヘンリク二世は軍を4つの大きな部隊に編成して、主力のドイツ騎士団及び他の騎士たちを中央に、前衛と小詰めにし、民兵や徴用された不評はまとめて一つの部隊として、騎士の後方に配置した。一方、モンゴル軍が、 ワールシュタットの戦いで動員した兵力は2万人だった。前列中央に、陽動戦術の訓練を積んだ、軽装機兵を配置し、両側面には、汽車や槍での接近戦を行うことのできる、軽装機兵が、後方には、正面からの騎馬攻撃を得意とする重装機兵が、控えていた。1214年のブービーヌの戦いがそうで、あったように、 当時のヨーロッパにおける騎士の戦術は敵の中心への猛攻撃だった。ワールシュタットの戦いは、まず前衛の騎士たちが、軽装騎兵に攻撃を仕掛けて蹴散らされた。しかし、前衛の騎士たちは、小詰めの騎士たちと共に体制を立て直すと、再び攻撃した。すると、モンゴル軍は、中央の軽装騎兵を偽装撤退させて、連合軍の主力である騎士団を誘い込み、 両翼の軽装機兵による汽車で混乱に陥れた。そして騎士団の背後に円幕を焚いて、後方の不評と分断すると、完全に混乱状態にある敵軍を、モンゴルの重装機兵が打ち破った。円幕の向こうにいた不評は逃げ惑う騎士とそれを追う、モンゴル軍の姿見ると、恐怖に駆られて敗走した。逃げるドイツポーランド連合軍を、モンゴル軍は容赦なく追撃して、 おびただしい数が殺戮された。その後、モンゴル軍は、オドラ川に沿った地域を相当していき、当初の目標であったブロツワフを完全に破壊した。ワールシュタットの戦いで総司令官のヘンリク2世は、戦死、その釘であるシロンスク・ピャスト家が支配していたシロンスクと、クラックフの交領は分裂し、シロンスク広告軍、ポーランドは、統一から遠のく、 モンゴル軍はこの戦いの翌日には別の部隊がヘルマンシュタットでトランシルバニア軍を3日後にはバト本隊がモヒの戦いでハンガリー軍を撃破しこの3つの戦いと総当戦で一説には15万人もの戦士を殺しているポーランドを接見したバトは一時オーストリアのウィーン近くまで迫るがモンゴル皇帝オゴデが休止したことによって決した ワールシュタットの戦いは、モンゴルの侵攻に対するヨーロッパの命運を決したと言われる悲劇的敗戦だったが、モンゴル軍にとっては、騎兵戦術の上動によって行われた、極地戦の勝利に過ぎなか。また、モンゴル軍は結局ウィーンまで精神することがなかったので、ロシア等の一部東欧地域を除くヨーロッパにおいては、この際の恐怖と絶望は、心理的後遺症。 ただし、多大なにとどまった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。